グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本10、0、ミャンマーカタールワールドカップ、アジア2次予選、カタールワールドカップは、二次予選、日本代表対ミャンマー代表が28日に割れた。試合は10、0で日本が勝利を収めた。 この合わせに先発した大阪優也が5得点を決め、エース、貫禄を見せた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し、世中、大阪は22分、長友優斗からのクロスに、ヘデングで合わせ、ゴールネットを揺らし1ゴール。さらに坂井博樹が奪った PK を大阪が決める。 36分は、長友の折り返しを大阪が触りボールは後ルに吸い込まれた。大阪は、前半だけで3ゴール。ラニー、前回のモンゴル戦でも3ゴールを奪って、リ、2試合連続のハットトリックとなった。続く、半開始直後の49分にもゴールを奪った。大阪は、合終了間際の89分に追加点。 大阪はこの日5号を決め、日本の勝利に大きく貢献した。2試合連のハットトリック5得点を奪うという日本の素としての貫禄を見せた。試合後のインタビューに答えた大阪は5ゴールという最高の決について、チームメイトから良いボール書きので、本当にゴール前で勝負できましたしかんしたいなと思いますとコメント。チームメからのお膳立てに、 感謝の気持ちを示した。ところ、スルドイツのブレーメンでは今季リーグ戦二24号0得点一アシスト、チームは四十一年ぶりのドイツ二部、格となった。大阪は今季のゴール、先発はは、かなな試合と非常に歯がゆいシーズンを過ごした。C シーズンが終わった後の代表戦とな、っが、大阪は、代表は全く別物なので、そこは切り、得て練習からできてるので、 これを続けていたいなと思いますと、静かに語った。吉田麻也、交代した後、大迫は、キャプテンマークをつけ、吉田、遠藤渡る、堺が、U24 日本代表の活動に参加、るため、大葉様にはこの後の試合で、リーダーと手の役割が求められる。今後の試合について、常にベストメンバーで戦えるわけではない。で、 しっかりと出た選手が責任を持ってプレすべきですし、いろんな選手にチャンスがある思うので、底上げができると思いますと米とした。代表は別物と言っていたが、来季の差のためにも調子を上げていきたいところ。1で5得点を奪った大葉様に、さらなる期待が駒、こーマ、リョウ。<music>